President Cox was assassinated and the unpopular President Flynn assumed the presidency. However, after the president took office, President Flynn strengthened his ties to the underworld and joined forces with the Chicago Czar to establish a dictatorship. With freedom undermined, the U.S. was finally divided. Those who sought to regain their freedom fell away to the West.ここがワシントンから遠く離れたカルフォルニア、ロサンゼルス。アメリカの代名詞だった自由を求めてきた者たちの保護地域である。私がここに来るのも何かの縁なのだろうか。この葉が茶色になり、灰色の空の中、誰が春を迎えるのだろうか。カルフォルニアになんとか着いたわね。ああ、もう大変だったよ。いや、これからも大変なのだが。やあ、私も着くよ。ゴーハンさん、どうして？いや、当然の理由ですよね。まあ、ブロードウェイでやってたことをハリウッドでやればいいだけな。何気にブロードウェイよりも落ち着くぞ。カルフォルニアは失意の中、再び立ち上がることを望んでいた。そして再び崩壊しないアメリカ合衆国を作ることを決めた。カルフォルニアの行く末を決める最初の大統領選挙では、修正社会主義者で小説家のアプトン・シンクレアが当選。彼のもと、カルフォルニアは前に進んでいく。そうして彼の経済施策はいわゆる公共事業の拡大と格差社会の是正であった。そのためフリン大統領とは逆に社会保障の予算は減らした。それが公を奏してジレンマからいち早く脱出することになる。そんな中で軍事経験の豊富な赤城と青白が大統領に呼ばれるのであった。やあ、はじめまして、シンクレアだ。よろしく。私たちを呼んだ理由は？わかっているだろう。我々はアメリカ統一へ動き出す。そのための計画を即時練ってほしい。幸いなことに我々が一番早くスリンのジレンマから脱出した。周りの小さな国家を潰せず、今を逃したがほぼ不可能の道義だ。なるほど。不可能ではないですね。祖国アメリカのために働きましょう。よし、かなりの情報を用意したが、必要なさそうだな。では頼むよ。一連の流れは全て任そう。しかし、責任は私が取る。つまり好きにやってがって結構だ。Snakes and alligators, right away, right away, come away, come away, right away, right away, come away.
カルフォルニアは驚異の進撃スピードでアメリカ崩壊の2年後の1944年にはアメリカを再統一。アメリカンドリームがカルフォルニアから波及し、可及的、速やかに統一が行われた。世界は再びアメリカの誕生に恐れを招くだろう。統一後、アメリカは崩壊前よりも経済はもちろん、治安や生活水準も上昇した。ひとえに我々軍人だけでなく、後半や文民による諦めなかった者たちのおかげでもある。何にせよ、この2回目のアメリカ崩壊で再び団結した我々にかなうものはこの世界には存在しない。後半さん、大丈夫ですか？ああ、私もタクか。お見舞いに来てくれたか？病状は一通り聞きました。もう、回復は、難しい。そんなことを。おいどれは経験があるかもしれないが、ずっと舞台に立っては彼らは脇役のままだ。芸術は見舞いへ伝承していくもの。最近まで舞台に立ち合わせてくれるなんて少々わがままだったな。いや、人生という劇の主役を最後まで綺麗に演じきれてこそ役者です。どうかそんなことはおっしゃらず。ありがとう。だが、私も限界だ。現にアメリカが再統一された姿を生きてる間に見れて逆に幸せ者だ。そうだ、アメリカ再統一を記念して、私の最後の作品、アメリカの威厳、将来をこの歌に込めた。この曲を軍歌として再統一を勝ち残った君たちに贈呈する。あ、ありがとうございます。題名は、オーバーテアーですか？そうだ、再統一したアメリカはいずれ海外に出るだろう。その時、彼は兵士の背中を押せるような曲にした。合衆国が戦争を恐れない強国、そして強靭な世界一の軍隊であることを願って作った私の最後の作品だ。大事にしてくれ。大事にいたします。我々からもアメリカ大統領からあなたへの手土産を持ってまいりました。議会名誉黄金勲章です。あなたはこのアメリカの文化並びに愛国心に多大なる影響を与えました。それを表して認定されたようです。大統領が多忙で後半さんが入院しているので私が渡しに来ました。予定を空けて後日伺うそうです。そうかい。私は、そこまでしていたのか。劇の最後にふさわしい最後だ。大統領閣下に感謝を述べてくれ。もちろんです。では私たちは、軍隊の仕事が山積みなので、ここらべで失礼します。私はアメリカ国民でよかった。来世も、きっと。後半さん、起きて、後半さん。誰か、後半さーん。